はい、知床です。死因のですね、第3章くちゃら花嫁ですね、やっていきます。で、デストロイルートですね。このチョイスをね、前回まあ運よく当てることができたんですけど、 TO さんに行くと、まあ、最後の場所ですね、死んでた場所に行くとキュアエンド、あの救済ができるんですけれども、この A とか T に行くと破壊することになりますね。でね、死んでもいいようにね、スーちゃんを殺したくなかったんでね、デブを連れてきました。エイタには申し訳ないけどね、死んでもらうわ。はい、行きましょう。話はね、読みましたけど、ほぼほぼ一緒ですね。人が変わるだけで、ほぼほぼ一緒。誰連れてきても同じような会話しかしないんで、あんまりほんと、2周目、3周目やる意義っていうのが、残念なことにないですね、そんなに。エンディングのルートを見直すっていう点で、まあ、やりようはあるんですけどね。まあ、それぐらいですかね。まあ、人によって全然会話が違うとかだったら面白かったんですけどね、その辺は全くなかったんで、結構がっかりしてます。はい、やっていきましょう。撮影ですね、まずは。まあね、ストーリーの大筋が決まっちゃってるからね、他の話盛り込めないっていうのはあるとは思うんですけどね、まあ、多少なんかあった時の反応が違うぐらいでしたね。別の人を選んでも連れてった時っていうのは、これも正直何でもいい、最後のパターンだけが違う。4回目聞かれた時にマイなんちゃらっていうのを、マイホリーかだけをね、選べばいいみたいですね。じゃあ順番に行きましょう。そう、このね文字とかが横に出てるので、全然やってる時ね、ビビってて気づかなかったわ。前回やった時はもうほんと選択肢とね、レイコンの数字しか見れてなかったもんね。はい、ベールが脱げますと。はいと。これで倒すことができました。はい、なんとかなりましたよ。これでスーちゃんは無事、クリスティも無事、エータも一応印は消えた。あ、こういう風になるんだ。あ、前回もそうでしたね。ここで感謝を述べられるんですよね。キュアエンドだと。デストロエンドの場合は、どうなるんでしょうか。あ。
OK。食べちゃおう。俺も死ぬの？違う、外からか。くちゃくちゃ音は。これだったのか。やってよかったね。くちゃくちゃ音とかもどう考えても強姦されてた時の音なのかとか勝手に思ってたけど、やっと納得いきました。目を食ってる音だったのね。あ、ない。一個だけ目か。すまん、エータ。さすがにこれをすずちゃんに経験させるわけにはいかんかった。お前の犠牲は無駄にしないって感じですね。何事もなかったかのように、ただいまですね、これを。はい。いや、もう家に帰ったよ。お待ちしております。これをしめしめと思って見てるわけですね、こいつは。ですね。そっか、調べるためだったもんね。話本当変わってないんだね。エータが死んだのにそんなこと言ってるわ。はい。ということですね。バックで、真下は消息立ちましたね。エータはまだ書いてないけど、次で多分いなくなりますね。何かご用？おやはす。い、今回はね、ここで終わると思います。次回ですね、ズー先生のデストロイをやっていこうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。